おはようございます。速稼塾の久保でございます。YouTube の再生回数を増やすための方法として、 YouTube を見るたびに何か一つね、問題解決ができるっていうことがあると思うんですよ。この人の YouTube を見ると、あ、5分後には動画が終わって問題解決が1個できたな、じゃあ次も何かしらの悩みが解決できるんじゃないかなっていうふうに期待してチャンネル登録をする、次の動画を見るってことが繰り返されていくんだと思うんですよ。で、再生回数が伸びない方やチャンネル登録者数の数が増えない方ってのは、このね、問題解決が全くないんですよ。見て楽しかった、確かに楽しいんだけども何だったんだろうみたいなことなんですよね。しかもその面白さが繰り返し見たくなるような面白さだったらまだいいんですけども、一回見たらまあこんなもんかって思われるような面白さだと、もうすでにね、そのチャンネルを作ってる人に興味がなくなってしまうんですよ。ですのでチャンネル登録が奇跡的に1回起きても続けて再生して見てくれるってことが起きないんですよね。ですのでこの辺ですよね、この動画を見て何を解決するのかってことを提案できればいいんではないかなと思います。今回の動画、YouTube の再生回数を増やすために私の動画を見てね、あ、なるほど、そういうことだったのかっていうふうに解決できたんではないでしょうか。またね、次もこういうふうなシリーズを作っていこうかと思いますので、チャンネル登録をして待っていてくださいっていうふうにまとまるととってもいいと思うんですよ。さあ、皆さんの YouTube はどうですかね。自分の発信が誰かの役に立っているのか、それを確かめるのは非常に難しいと思いますけども、再生回数とチャンネル登録者数の伸びが全てを物語っていると思います。ちなみに私は過去30日で300人ほどのチャンネル登録者数の増えがありますんで、そうですね、1日に10人ぐらいが新しく登録してくださってるってことになるのかなと思います。こういうふうに数字を冷静に追いかけていくことによって、自分の動画がためになっているのか、そして今後伸びるのかどうかってことが分かると思います。さあ、 YouTube でね、チャンネル登録1000人を突破して YouTube でできれば収益上げたいなと思っている方、本当に自分のチャンネルが支持されているのかどうか、数字を振り返ってみるのはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。